芥川賞作家で博士の愛した数式など数々の人気作で知られる岡山市出身の小説家小川陽子さん、先日岡山に戻られたのに合わせ春川さんがお話を伺いました。故郷岡山への思いや小説との向き合い方までゴールデンウィークの特別インタビューです。どうもはじめまして、今日はインタビューさせていただきます春川と言います。よろしくお願いします。小川陽子です。岡山市出身の小説家小川陽子さんです。芥川賞を受賞した妊娠カレンダーや映画化でも知られる博士の愛した数式など数々の人気作を世に送り出しました。小川さんは同じ岡山市中区出身で夏目漱石を支持した文筆家内田百賢の功績を称えた文学賞で審査員を務めていて、先月26日、表彰式に出席するために故郷に戻ってきました。コロナも切り抜けてこの内田百賢文学賞が、一層さらに発展していくようにというふうに私も願っております。岡山ご出身ということですけど、こちらには時々は帰ってこられて、内田百賢文学賞の選考委員のようなね、岡山にゆかりのあるお仕事をさせてもらったり、親戚のうちに遊びに行ったり、っていうようなことで、まあ、岡山とはずっと縁が切れず、で大学卒業してまた岡山に帰ってきましたので、芥川賞をいただいた時も倉敷に住んでましたし、こう子育てしながら小説を書くっていう人生で一番忙しい時期を過ごしたっていう思い出もありますね。岡山朝日高校から早稲田大学に進学し、29歳で芥川賞を受賞しました。デビューから35年、作家として貫いてきたことがあるといいます。ただひたすら自分が書きたいものを書き続けてきたっていうことだと思うんですね。今何が流行ってるからこういうものを題材にしようとか、こういうものが求められてるんじゃないかとか、そういう社会とか読者のことを意識しないで、もうただただ自分が書きたいことを書く。芥川賞を受賞した妊娠カレンダーでは、姉の妊娠をきっかけに揺れ動く妹の心情を独特の世界で表現しました。万人受けはしないかもしれないけど、ユニークな人には届くかもしれないという意味に捉えてます。最初の頃ってやっぱりそうなんていうか、売れるとかその読者を引きつけるみたいなことは考えないんですか？むしろそういうことよりも若い頃はこう自分を表現したいって言いますか、はいはい、自分っていう人間を分かってもらいたいっていう、読者にのことを思ってっていうよりも自分の方が大事っていう気持ち。書きたいことっていうのは35年やってこられて、なんかやっぱり変わってきてるんですか？だんだん書きたいことが社会の隅の隅の方に寄っていくって言いますか、もう社会からはみ出して、もう今にも暗闇の中に落ちそうな寸前な人とか、あるいはもうすでに死んでしまっていて何も言い残すことがないまま、こう世を去っていった無数の死者たちの声をこう書き記しておきたいっていう秘書係的な作家っていうのは立場じゃないかなというふうに思うようになりましたね。今年3月、日本の芸術界を代表する日本芸術院賞に輝きました。受賞に際し、作品には骨に似たしっかりとした硬いものがあると評された小川さん。今までいろんな賞を受賞されてますけど、今回の芸術院賞ってまたなんか特別な思いがあるんですか？最初お知らせいただいた時本当にびっくりした。もっと年上のベテランの方が取られるものだと思っていたので、まだ自分は若造のつもりだったので、そういう意味でも意外でした。なんか重みみたいなのを感じられますか、この受賞は？芸術ですのでね、その中に文学がちゃんと入ってるっていうことで、その中で選んでいただいたっていう、なんかまあ責任って言いますかね、文学が持ってるこう人を救う力とか、人をつなげる力とか、なんか文学が持ってるものをやっぱり伝えていかなくちゃなというふうに思いました。
ちょっと下世話な話ですけども、今まで数々の有名な賞を受賞されてきてですね、どの賞を捉えた時が一番嬉しかったですか？それははっきりしてまして、本屋大賞です。芥川賞でも芸術院賞でもないんです。本屋大賞っていうのは第1回だったっていうことと、はい、読者に届けてくれる現場の方が手作りで作ってくださった賞だったっていうこと、そして商品が店頭に書店員さんが手作りで手書きにしたポップですね、はいはい、あれをスクラップしたものが商品だったんですよ。もうこんなにね、なんか体温が伝わってくる賞っていうのはね、もう、本屋大賞以外なかったですね。岡山市出身の小説家、小川陽子さんです。3年以上世界が向き合ってきた新型コロナのパンデミック、小川さんは改めて小説の持つ力や可能性を認識したと話します。この 2,3 年新型コロナで社会が大変なことになりましたけど、それは書き手として何か影響ありましたか？世界中が大騒ぎになっていても、小説を読むということは誰にも禁止されなかったんですよね。お芝居やスポーツや、ね、飲食店がみんな禁止になっていく中で、人間の生活が狭められていく中で、本を読むっていうことは誰にも禁じられなかった。あ、やっぱり本っていうのはしぶといな、すごい生き残る力を持ってるし、人間が本当に危機に陥った時に一冊の本があればね、もしかしたらそれがその人の救いになるかもしれないんだな、自分はそういうことに関わってるんだなっていうことをこう再認識させられました。次の作品はもう書かれてるんですか？今度はですね、名前が出ないシンガーって言いますかね、こうコマーシャルの一節だけを歌うとか、決して名前が表に出てこない歌手っていうのをもう今ちょっと取材してるんですけど、日の当たらないような人にこう焦点を当てたい。大谷や佐々木朗希のことはほっといてもみんな書きますからね、いや、もしかしたらあの WBC にブルペンキャッチャーっていうのはついていったのかなとかって考えたりすると、だんだん小説が書きたくなってきますよね。最後に改めて本を読むことの魅力について伺いました。本をあんまり読んでない人へのメッセージみたいなのを頂戴できればと思いますけど、今いろんな道具で一瞬にして世界中の人とつながることができて、それはそれで有益なことなんですけど、本を読むっていうのは自分との対話なんですよね。それに浸れるっていうのは多分本を読む以外にない、そういう体験ができるっていうね。何人とつながったかっていうことじゃなくて、自分で自分の声を聞いて自分の心の許容量を広げて、そうすることによって他者を受け入れることがようやくできる。自分の心を広く豊かにするためには、本を読んで本の中に出てくる登場人物たち、無言の登場人物たちと会話するっていうことが大事だなと思います。